激戦を終えたロバーツ監督、山本義信を称賛、よしを信じていた。彼とワールドチャンピオンを、一問一答。な、リーグ西地区優勝のドジャースが同地区2位でワイルドカード1位のパドレスを下し、メッツが待つリーグ優勝決定シリーズに3年ぶりの進出を決めた。2勝2敗のタイで迎えた最終第5戦で完封勝ちした。ドジャース。 山本義信投手26パドレスダルビッシュ優投手38の初の投げ合い。ポストシーズン p s 初の日本人先発投手対決が実現したが白熱の投手戦となった。第一戦で3回5安打5失点 KO された山本は初回を三者凡退の立ち上がり。レギュラーシーズンを含め 他軍相手に4試合目で初めて初回無失点で立ち上がった。対するダルビッシュも1番、大谷から空振り三振を奪うなど初回を無失点でスタートさせた。試合が動いたのは2回。ドジャースは西から7番の E、ヘルナンデスが左中間へ PS 2 3 14本目となるソロを放ち、先制した。山本は直後の3回に1死から連打を喰らい。 1>, 1、2塁のピンチをしょったが、好調のタティスをスライダーで3ゴロ閉殺。4回は三者凡退、5回も先頭のボガーツから直球で見逃し三振を奪うなど走者を出さずに投げ終えた。2回には右肩負傷から復帰後最速となる98.2マイル、約158キロを計測し、5回に安打無失点と完璧な投球だった。 大谷はダルビッシュの前に、空振り三振、三比、空振り三振と沈黙するなど、四打数無安打に終わったが、メジャー七年目で待望の初出場となった PS で勝ち進み、最高の笑顔を浮かべた。ドジャース投手陣は第三戦の3回から24イニング連続無失点で、MLB 公式サイトの S、ラングス記者によると、 P.S. の同一シリーズでの球団記録を更新する歴史的な高騰となった。試合後のロバーツ監督の主な一問一答は以下の通り。疲れているように見えるが、どんな気持ちか私は大喜びしている。疲れている。幸せだ。そして興奮している。私はうちの選手たちを誇りに思う。 このシリーズは我々を試したが、我々は容赦なく戦った。これ以上、喜びようがないほど興奮している。過去2年勝てなかったこのシリーズに勝てて安堵したか安堵だ。勝ちたかった。ものすごく勝ちたかった。今日は講師もに本当にいい野球をできた。今日はお祝いをするよ、見ての通りね。だが、 仕事はまだ終わっていない。集中して、ワールドシリーズ制覇まで、あと発勝しなければならない。その期待に依頼なければならない。メッツはいい試合をしているが、うちは準備ができている。山本の投球。よし、山本が流れを作ってくれた。彼は、日本でのポストシーズンでたくさんの成功を収めてきた。 大きな舞台で投げてきた。彼を信じていた。彼は大舞台で活躍すると分かっていた。それに、今日の彼は素晴らしかった。ヤンキース戦ぶりの6イニング。彼は我々に全てを出してくれたと感じた。彼と共にワールドチャンピオンを勝ち取るのが楽しみだ。 ヨシやダルビッシュのように外国でプレーしてきた投資たちは大きなスケールで投げてきている。ヨシは WBC で彼の国のために投げてきた。これ以上高い賭けはない。そういう場面で彼はいい投球をしてきたのだ。ダルビッシュもそうだ。あり、ダルビッシュがやってきたことにもたくさんの功績を与えたい。今シリーズ、 最後は24イニング連続無失点。選手たちが素晴らしい。彼らのパフォーマンスによるものだ。この功績は彼らのものだ。今日のよしからのブルテンを見ても、ブルテン人は素晴らしい。このシリーズの MVP はうちのブルテンだ。聞け、いい、ヘルナンデスの活躍。今年彼を取ったのは、ポストシーズンで11勝するためだ。 彼は注目されることが好きだ。プエルトリコの全国民が彼のプレーを見ているとき、彼は自分のベストを出す。レシアに何が起きた痙攣が起きた。これからレントゲンや MRI を取るが、ただの痙攣であって肋骨や筋飼いではないことを願っている。米人気俳優が大谷翔平を襲撃歓喜の突然ハグ苦笑いにファン爆笑。 絶対分かってない。ドジャースは11日、日本時間12日、本拠地で行われたパドレスとの地区シリーズ第5戦に2対0で勝利し、3勝2敗で3年ぶりのリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。大谷翔平投手も歓喜の瞬間を味わったが、米有名俳優が大興奮で抱きついてきたことに、笑みを浮かべる場面も。ロブ、ローが誰なのか 彼は絶対分かっていない、などとファンの爆笑を呼んだ。大谷に何度も抱きついたのは、米人気俳優で映画監督のロブ、ロー氏。大のドジャースファンとして知られており、5月には自身のインスタグラムでユニフォーム姿の大谷との2ショットを公開していた。また10月5日、同6日の第1戦も現地観戦したことを報告。 大谷の同点散乱に歓喜していた。この日は試合後にグラウンドへ。大谷の背中を叩きながら何度もハグを交わし、その後は飛び跳ねながら後ろから抱きついた。あまりの興奮具合に、大谷も白い歯を見せている。米スポーツ局、フォックススポーツが、ロブ、ローが文字通り昇平、大谷と祝福している、として映像を公開。 選手以上に喜んでるロブロなんかもう、マブダチロブ、ローが少年のように W、ロブ、ローしほんと大谷さん大好きね大谷より興奮してる、すごい愛なんて粋な瞬間だ。どこにでもいる熱狂的な野球ファンのお兄ちゃんみたいに喜ぶロブ、ロー、といったコメントがあった。